西鉄グループ西鉄バス西鉄高速バス夜行高速路線用車両高速バス西鉄高速バス株式会社はかつて福岡県福岡市に本社を置き主に高速バスの運行を手掛けた西鉄グループの路線バス事業者であるなお本校では同社の概要とともに西鉄グループの高速バス事業全般について説明する西日本鉄道の高速バスは 福岡市天神の西鉄天神高速バスターミナルを拠点に路線網を広げており、主に九州打ちた事業者と共同運行の中高路線の他大阪や東京などを結ぶ本州方面への夜行バスも運行している。西鉄高速バスは西日本鉄道自動車部門の高速バス組織を分社化して発足したものであり、高速バス専業の路線バス会社である。営業面では、 西鉄高速バス発足直後に近距離中高路線の運賃を1000円、1500円、2000円といった分かりやすい定額に値下げする福岡熊本線で大幅な増便に踏み切るなどの積極策を取った。これに対して JR 九州が九州新幹線または都市間特急が利用できる特別企画乗車券を発売するなど両社は競合関係にある。 運賃面では一部路線を除いて再値上げとなっており、近年では共同予約サイト、学バスや共同乗り放題ギップ、3区パスの構築など、ソフト面の強化に注力している。2012年7月に国土交通省の高速乗り合いバス制度改正により、事業者が需要に応じて運賃を柔軟に設定することや、 航空業界で主流の早割りの導入などが可能となったことを受け、2013年度中に、福岡、天神と西日本の地方都市を結ぶ高速バス路線、3から4本の開設を検討していると報じられ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・セニア、博多、富士山エクスプレスなどの路線開拓を行ったが、いずれも運行規模を縮小、または路線の休廃止を行っている。 2018年8月2日、親会社である西日本鉄道が、西鉄高速バスを2019年4月1日付で、九州合併し、同社を解散することを発表した。高速バス事業を、福岡地区と北九州地区で事業分割し、福岡地区における高速バス事業を、西日本鉄道本社が継承。北九州地区における高速バス業務は、 西鉄バス北九州に九州分割された。主に西鉄高速バスの遠隔についてを記す路線としては、西鉄高速バス直営の路線と、西日本鉄道からの管理委託路線があった。現在はすべて、西日本鉄道本体直営路線となっている。なお、西日本鉄道本体の直営路線の中には一部の、便を、他の西鉄グループのバス会社や亀のイバスに、 管理委託している路線もある。内は共同運行会社は一部便をグループ各社に管理委託する。桜島号車両は西鉄本体が保有し、乗務員は西鉄高速バスの所属だった。西鉄では運行をしないが発見及び運行支援業務を行うバス路線。福岡市社、北九州市社が管轄し、全便座席指定制にて、 夜行1日1往復により2007年7月1日から運行を開始。1999年5月に西日本鉄道が春間や豪雨の運行から撤退して以来、西鉄グループの高速バスとしては8年ぶりに四国に乗り入れる路線となっていた。当初は2008年1月31日までの7ヶ月間の試行運行だったが、利用好調を受けて試行運行終了後に、 本格運行に移行した経緯がある。2014年9月1日までは、西鉄高速バス運行便に限り、軽食サービスとして、大塚製薬の水上と、ポカリスエットが配られていた。2017年10月6日福岡発便を、もってとサデ交通の張り間や、豪廃止に伴い同年10月10日から、黒潮エクスプレスとの乗り継ぎ制度を導入した。 2018年3月31日の運行をもって、西鉄が運行から撤退。四国高速バスの単独運行となり、一部停留所、津への停車も廃止。西日本鉄道、山笠号用車両ライオンズエクスプレス、サヌキエクスプレス、福岡号この方については関与しない路線も含む。因は、路線自体は現存しているが、西鉄が運行から撤退した路線。 内は共同運行会社。北九州久留米線座席定員制で予約は受け付けていない。廃止時点では1日に往復運行で全区間の所要時間は約1時間55分。西日本鉄道の運行だが全便を西鉄バス久留米軽調支社が担当。ハイデッカー、またはスタンダードデッカー4列、シート、トイレなし車が使用されていた。過去には 日の国号から転用されたトイレ付き車両は一部で使用されていたが、後に廃車となった。運行経路は以下の通り、太地は停車停留所、クローズドドアシステムを採用しており、スナツ、三萩の間及び東相川商工団地 JR、久留米機関のみの利用負荷となっていた。なお、福岡インターチェンジ、高速末、太宰府インターチェンジには本路線のみが停車していた。 小倉駅では、コレット井筒屋前発、小倉駅、バスセンター機。黒崎インターチェンジ引きの口では、黒崎インターチェンジから一般道に出た、引きの口バス停に停車。西鉄久留米では一番乗り場に発着。JR 久留米駅では、駅前バスロータリー5番乗り場から出発し、駅から横断歩道を渡ったところにある降車場に到着していた。縄手では、 京町営業所内のバス停に停車。ありがとうございます。